言いたいことはすでに1年前にはっきりと伝えてある。だがそれも仕方ない。どういうことだ。何が。群れが計画を実行。そこでマスターマイン。しかしさっきはありがとう。おかしいな。これは君が彼らに与えた憎悪と相反。そう、あいつを引き止め。さすがお前だぜアルハイゼン。よし、ハイブマインドが混乱してるうちに行って。あれ、元通りに回復し。言ったはずだぞイリアスの木。無駄なあが。魔物がいっぱい現れたぞ。どっから出てきたんだ。それに私は魔物をも群れの範たとえち果てのない荒波に。おいアルハイ。俺が用意した。君たちは目の前の役。スラムコーン強戦分光た、いや、た、いや、ここか。行くぞ。よっ、いや、つぶ。アルハイゼンはそれほど憎くない。やらなきゃいけない。あいつをやらないと俺たちは。さ、と、つぶ。見たか。これこそが群れの意志。たとえ憎悪が消えても彼らは歩みを止めない。外的な異常などで群れの安定は揺るがない。よく見ておけ。これ以上は持たないだろう。予想していたよりしつこい。強霊の方もやばい。マハマトラだ。もらった。チッ。どういうことだ。静まれ。マスターマインドの名において命ずる。簡単な検証方法があるはずだ。たったの36番目。残念だ。君の才能はその程度じゃないと思うが。データの真偽はさておき、知能で人を評価するのは無意味なことだ。お前がイリアスに言ったことか。それが今、蜂の巣の共有記憶に。なるほど。彼らの視力を肥大化させ、蜂の巣を内部から壊すつもりか。元より人とは不揃いの意志。そんなもので塔を築くつもりだったのか。
マスターマインドの威信が落ちた時、彼らは俺の言葉について考え始める。機械のようにお前の道具として一生を生きる。果たしてそんな価値はあるのか。一人でもそう考えれば、私欲と疑いと恐怖が君の作り上げた意識の網を伝い蔓延する。その時蜂の巣とは名ばかりの抜け殻になる。まただ。私はマスターマインドだぞ。必ずや方法が。もう遅い。私欲が積み重なった末に蜂の群れは王を殺す。私がマスターマインドだったら負けなかったのに。俺はこんな後ろにいるべきじゃない。シナージュは嘘つくな。聞いてた話と違うの。その席を渡せ。記憶と感情の共有により、ハイブマインドのメンバーは意見を統一させやすくなった。例えばイリアスだが、異なる認識が生まれたとはいえ、最終的にはハイブマインドの判断に従っていた。しかし、これは完璧なものであるとは言えない。このような理論に基づけば、ハイブマインドが負の感情を処理する際、イリアスが引き起こす疑いは心配だが、隠し事のできない蜂の巣においては鳥の羽のような、いくつかの言葉だけで断る。あの時から。しかし彼を一目見、それと俺は一度も傲慢な目で君を見たことはない。俺は常に客観的な評価をしているだけだ。君のハイブマインドと人、そんな君が被験者を逃がすことは絶まさかお前の口からそんな評価を聞く日が来るとはな。お前が私を平等に見たことなど一度もない。私たちが同じ場所にいたときさえ、お前が私に送る視線には距離を感じた。隠す必要はない。私は誰よりもはっきりと知っている。あれこそは天才ゆえの傲慢に他ならない。あのような視線に耐えられる者などいない。君の視点は完全に自身の物事を見る習慣に基づくものだ。君の目には俺が君と同じく群れに馴染めないものに映っていることだろう。だが俺は自分自身を高みに置いて物事を俯瞰しようとしたことなど一度もない。俺はただ、せわしない環境や無意味な喧騒から離れ、全てを客観的に見たいだけだ。君こそ本当の自分と折り合いをつけられず、他人の評価や勝敗を過度に気にしていたんじゃないか。傲慢だったのは違うと。でも人々をシンプルで凡庸な群れに見た。何がどう。もちろん君は俺は一階の事務方に過ぎないからな。君たち。セノ、どうしてここにいるんだ。符号をたどってここへ来た。だがどうやらもうことは終わっているようだな。セノへの手紙の中に簡単な図案を書いておいたんだ。ここへ来ると。待てよ。あ、思い出す。本当に最初からイリアスが変だって気づいてたの。それは言いがかりだ。そういえばこのお前。そうだセノ、確かシラージは教練員にも何人かメンバーを送ってたみたいだから、そいつらも見逃すなよ。安心しろ。すでにマハマトラの方で怪しいものを調査し、シラージの仲間を大量に逮捕している。これもハイブマインドが動揺した原因の一つだろう。ふん、俺が興味を持っていたのはここまでだ。それでは。勝手に行っちゃったな。
りだ。こんなにたくさんの計画の策定に関わってたなんて。しかも代理賢者を打ちのめそうとしてただって。こんなことをしてたなんて。私たちは代理賢者。先のことを考えるのはよそう。今までそう感じなかったのは、そもそもシラージにアルハイゼンを憎むよう今になって思えば。自業自得とも言えるだろうね。はあ、いいぜ。オイラたちがアルハイ。大丈夫、そろそろ行く時間です。はあ、行きましょう。あいつら騙されてたって考えて外に出たらアルハ。どうやら僕はやはり、実はガンダルバー村にいた時、自分から名乗り出て君たち。でも当時の僕にはまだその勇気がなかった。結局のところ僕はかつての正義感さえ失った上に、群れに馴染むこともできなかった。イリアス、そんなに悲しまないでくれ。でも僕が溶け込む、それが分かると。おう、ありがとう。今回のことは、それと僕が謝罪していたとアルハイゼンさんに伝えてほしい。ここの被験者は全員俺たちが連行する。あとは人員を手配してこの場所を封鎖する。資料を回収した後、装置を破壊する手はずだ。お前たち怪我はないか？包帯と止血剤なら持ってきているが。大丈夫だぞ。早く休め。ただ引き続き注意。おう、じゃあまずはあれ。よし、出発だ。冒険だ、冒険。事件も順調に解決したことだ。もう少し早くその顔を見るに。まだその好奇心は尊重しよう。だがすでに定時を過ぎているな。悪いが答えられない。おい、オイラたちはお前の同僚じゃないんだぞ。単なる口実だ。分からなかったか。の、お前そうまでして答えたくないのか。今日は絶対にあのなんとかマインドとか進化のホニャララのことを話してもらうぞ。逃げられると思うなよ。ではこれで。おい待てって。もういいだろう。君のそういうところはど話をそらしても無駄だぞ。最初から説明するのはあまりにも面倒だ。ここで立ったまま延々と議論するつもりもない。そうだな。おい、着いたらわかる。帰ってきたか。ちょうどこの絵の描け方について意見を。って、ちょっと誰だよその人たち。そう驚くな。見るからに客人だろ。あなたたちはまさか。おいら、どうして僕を知って。どうした今にな。お前らルームメイトじゃなかったの？
それはそうなんだ。確かハイブマインドと潜在意識についての本がいくつかあったな。持ってくるから君たちは雑談でもして。おい、おい、おい、ほん、あ、すまない、失礼を承知で聞くが、そのあなたたちはもしかして友達のふりをするよう。違うのか。でもお前はあいつの友達じゃないのか。はあ、まあ気にするな。僕はカーベ。もう少しまともな状況で知り合えていたらよかったんだが、とにかく僕がここに住んでいることは内緒にしておいてくれ。なんだか随分な事情があるみたいだな。ああ。なんだよ。どうやら気が合うようだな。君たちの騒音が自分の友達は自分でもてなしてくれ。本はここに置いておこう。頭の中がぐるぐるしてきたぜ。すっごく複雑で難しいぞ。やっぱり聞いてみよう。まずお前はどうやってハイブマインドの弱点に気づいたんだ。実は1年前、一つ目の理由は以前にも言ったように二つ目の理由。ハイブマインドを安定させる方法が一つだけ、思考をマスター。そんなの危険すぎるぞ。お前本気です。俺はただ事実を述べているだけだ。いかなる種族の進化も一夜にして遂げることは不可能だ。人間性を完全に失ってしまえば、それを人間と呼ぶことはできなくなる。これこそ強…そうなのか。君の口からそんな言葉が出るなんてな。人間性を失ったら人間なら君はどうな。そうだとしても悪いな。別そうとも狙われたって。大丈夫だったのかい。そうだ。うちで大掃除の手伝いでもした方がマシだったな。あそこにある本を見てくれ。君は場を気まずく。おい、どの口が言ってるんだ。悪くはない。少なくとも君がいじくり回しているあの家系に比べればよほどマシだ。君ってやつは。こいつらどっちが。こそこそ話を。ぐい。まだ他に問題でも。俺は彼らを責めてはいない。より正確に言えば、彼らの俺に対する態度についても全く気にしていない。ある意味では彼らもシラージに騙されていたんだ。マハマトラ。それからあいつもお前に謝ってたぞ。どうでもいい。花から彼に真実を吐露してもらおうなどとは思って。経歴からして彼は普通の人間よりも勇敢だった。そのよ、俺はこれから夕食に行く。あと10分だけ時間をあげよう。最後の質問をするといい。おいらはもう何もないぞ。お前は？おお、確かに教練院にいた時お前は興味があってマハマトラと一緒に調査してるって言ってたよな。でもシラージに会った時、俺は彼個人に今はその理由も。ああ、シラージの実験は許可を得たものではなかったにもかかわらず、あれだけ多くの人間を集めていた。これは近頃の研究プロジェクトがいかにその数を減らしているかを物語っている。代理賢者としてこれに対応する方法を考えるつもりだ。それからイリアスの件も気にかけておく必要がある。学術的評説の告発は正しいことだ。あのような結果になるのは間違っている。なるほど。なんだかんだ最低限。待てよ、辞表。すでに教練員には辞表を出したんだ。じきに代理賢者の身分を離れ、書記官として仕事を続けられるようになるだろう。この件はシラージも知らない。そうなれば彼が何。でもどうし。俺は賢者には向いてないし、代理賢者を長く務めるだけ正式なものに推挙される可能性が高まってしまう。それは困るんだ。俺は人生をそんなことに費やし、明確であることは。そう
オイラも。ああ。よし、出発だ。世界は謎。権限だ。チョッキア。チョッ。ハッ。フッ。ハッ。チョッ。ヤッ。信頼感度、はびこれ。せぇ。水中、ハッ。キャックス。ここより登る。フッ。貫こう。
薬も毒になり得ます。療薬は口に逃がし。開幕だ。はあ、ソラ。はあ、ソラ。はあ、ソラ。この美しい風景も、そばに誰もいない以上、私の不変を引き立たせるだけ。昔からの持病です。大したことはありませんので心配なさらないでください。生死には掟があり、天地には断りがある。天道の境目がどこにあるかなんて試してみなければわからないでしょう。怖いか、それとも恐怖を抱く勇気すらないか。無駄な抵抗はやめろ。逃がしはしない。この燃え上がる炎で。いざ。全力攻撃だ。燃えろ。借りなくて。私と打ち合う。少しはまともになる。みんながそばにいてくれる。と絆っていかない。破滅の時なのカウントダウン。冒険だぞ。世界の熱狂の煉獄の投影にすぎない。もちろん結局成し遂げられなかった。強がるな、俺に任せろ。権限いて。いざ食らえ。私と打ち合う気か。手冒険だ。借りなくとき食らえ。燃えろ。匂いを知られる雲の糸はどこにもない。全力攻撃だ。行こう。月のように永遠なスラグマを私に挑む資格を認めてやる。なくてじゃん。これ。はい。せ。はい。
月が終焉を迎え、滅亡は繰り返される。これもある種の解放なのかな。クルセフィクション。薬も毒になり得ます。そのように私の瞳をじっと見つめるのはやめた方がいい。何を見てしまうとも限らないからね。お茶会は宿女の必修科目さ。お茶会における礼儀作法を学びたいなら、僕が教えてあげよう。大したことはありませんので、心配なさ。怖いか？それとも恐怖を抱く勇気すらないか。命の重みを知り、私と打ち合う気になる。この燃え上がる炎で薬も毒になりえます。それ光輝く。もうすぐ少しはまとめる。私は帰る。闇来たる破滅の時にカウントダウン開始。やっ、はっ、私と打ち合う命の重みを知りなさい。キャッチ。治療しないと。今は誰。私と打ち合う気か。漠然と逃げ惑う囚われ者の獣の群れのようだ。長く様を見せ。次は誰だ。私が誕生する前のあなたが来い。心を覗けるかな。キャッチ。ここより登る。貫こう。挑戦。次は誰だ。
薬も毒になり得ます。療薬は口に逃がし。Thank you.
ベニー冒険団出発！最善を尽くそう。よし、出発だ。冒険だ、冒険。貫こう。悪くない収穫だね。悪くない収穫だね。
冒険だ冒険。正真正銘のお宝だ。
待ってるだけじゃダメって言うだろ。ま、運に恵まれない俺はどこに行っても同じだけどな。どこから？ベニー冒険団出発！どこから？ベニー冒険団出発！よし、出発だ！